検査日を書いた紙を貼ってって面倒なお客様だな。でも大丈夫、ちゃんと真心を込めてやらせていただくのが高島物流、ちゃんとやらせていただきますよ。よいしょ。おかしいな、さっきまではできてたんだけど、また壊れちゃった。どうしたんですか、東郷さん、そんなに渋い顔して。安藤さん、実は検診器がちょっと動かないんですよね。あ、任せてください、僕は何とかしてあげますよ。ちょっと待った。ん？昭和の時代、強い衝撃を与えると機械が治ると信じられていたのです。そんなわけないのですが。ダメですよ、安藤さん、乱暴なことしちゃ。あ、葵さん、ちょっとまた検診器が調子悪いんですよね。ちょっと見せてください。原因は多分これですね。え、流してみてください。あれ、本当だ、通るな。なんでラベルがダメなんですか。安藤さん、1000円貸してもらえますか。1000円でいいですか。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。お札のインクには磁石に反応する成分が含まれています。このようなインクで印刷された製品を流すと検診器が反応します。一部のコピー機に使われているトナーも磁石に反応するものがあるんですよ。ラベルを作るときはまず検診器に反応しないか確認してからにしてください。はい、わかりました。それでは僕はこれで急げますので。ああ、僕の千円札。ああ。コピーのトナーが反応するなんてすごいですね。はい、トナーだけではなく、お札をはじめとした磁石に反応する成分を含んだ染料、顔料はたくさんあります。ほんの少しだけ含まれていても、印刷の内容でインクの使用量が増えてくると合算されて検診器に反応することがあります。ただ全てのトナーやインクが反応するわけではないので、もしラベルを作るときはインクが反応しないかあらかじめ確認することをお勧めします。はい、わかりました。お客様に寄り添う株式会社はしま、今後ともよろしくお願いします。